はい、始まりました。始まりました。はい、中野荒垣の人生思考が濃い、はい、はい、やっていきましょう。はい、やっていきましょう。司会は、ロックマン X に出てくる晩年のライト博士のイカレっぷりが怖い荒垣と、なんだろうな、ウサギの吉尾中野と、はい、近々あのコミックビーム以外の雑誌に載る読み切りの告知をするような気がしている経営手塚が、はい、はい、未来あ、告知を近々するんじゃないかってことですね。告知を近々するような気がしてます、ね。告知の告知ですね。告知の告知、はい、そう、というわけでまたその と、 と、ね、時が来たらね、告知を、その時が来た、はい、うん、というわけで全然半分いきましょう。あ、うん、はいはい、お、じゃあもう告知が発生することはほぼ確なんだ。ほぼ確だと思います。何かが起こらないから、うん、何かが起こらなければっていう、うん、そう、うん、そしてこの人思考をその編集さんに聞かれていると。あ、なるほどね。制約の中やってます。なるほど。いつも手塚さんをね、ありがとうございます。うちの手塚をお世話になってます、というわけでじゃあお便りをね、うん、やっていきますか。はい、名前、吉野純平さんからですね。はい、はい、吉野純平、まあいいや、こんにちは。急に暖かくなって模様替えしたら寒かったりする季節ですね。最近はちょっと昔の漫画読んでいて、ベルセルクの食とか無限の住人の一刀流壊滅といった野望を持ったならず者が成り上がろうとして圧倒的な力によって滅ぼされるしんどい展開が好きすぎるなと自覚しました。皆さんはこういった展開はお好きでしょうか、ということでね、ありがとうございます。まあ結構一つのあれですね、型ですよね。そうですね。鉄血のオルフェンズとか、うん、革命失敗ってことでしょ、まあ、つまり、まあ、革命失敗、うん、そうだね、体制に歯向かったけどダメだったよみたいなことでしょ。そう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 、うんうん、まあなんか体制に歯向かってなくてもなんかね、うん、不良漫画とかだとさ、不良漫画っていうか、まあ、ギャング漫画とかだとさ、なんかそういう感じのオチになりがちだよね、うん、とかね。ああ、それ、そうか、うん、苦い終わりってことですか。まあそうですね、そのなんかもう目に余る感じになったからあいつらやっちゃうかみたいな感じで、うん、やられて殺されちゃうみたいな、うん、あれとかね、うんうん、結構あるかな。スワローテールとかもそんな話だったかな。それのカタルシスってどこにあるんでしょうね。まあだからその崩壊しちゃう、その積み木が崩壊しちゃうことの、まあやるせなさとか、そういう悲しみ、みんな勝ってほしいんじゃないの。でも単純に、いやまあそうだけど、うん、その儚さみたいなのに、うん、あれをその意味を見出してるんだろうなという感じがします。あ、やっぱリアリティ、リアリティとは違うと思うけどね。リアリティじゃない、うん、うん、まあでもなんかすごいさ、力を持ったやつがさ破滅する様みたいなのっていうのはさ、うん、やっぱりその、デスノートとかしっかり、うんうん、マクベスとかなんかそういうやつとか、うん、いろいろあったりすると思いますけども、うんうん、まあピカレスク的なものはさ、分かるのよ、型として、うん、だからピカレスク的なものじゃないですか、ピカレスク的なものに近いのか、やっぱならず者ってとこもそうだし、ピカレスク的なことなのか、うん、なんか人が最後死んでいくところまで、うん、なんか破れて死んでいくとこまで描くのが、なんかその、ラッシュを最後まで取ったって感じにはなるかもしれないですね。なるほどね。うん。なんか、勝ったっていうよりも、なんか全てを、なんか、燃やし尽くして、消えてしまう。はいはいはい、終わりまでっていうことだよね、うん。なるほどな。圧倒的な力によって滅ぼされるか。うん、そのなんか、圧倒的な力みたいなのもポイントなのかな。なんか、上には上がいるじゃないけど。ね、なんか、その、一つ思ったのは、カムイデンの第一部なんですけど。カムイデンってまあ大体百姓とか否認とかって言われる人たちのがその武士にすごくいいようにやられているっていう話があって、うん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 、で、第一部の最後はその一揆が始まるんですよね。はいはいはい。で、ついになんか、そう、百姓たちとか、そのいろんな人たちっていうのがその武士に対して喧嘩を売るっていうのがあって、うんうんうん、で、そこで出てくる大量破壊があるんですよ。百姓たちが本当にもうで商人とか、武士とかっていうのを、うんうん、まあ、ボコボコにしていくっていう感じ、うんうんうん、すごいカタルシスがあった後、そこからその一揆をやったことによって死亡者たちが拷問にかけられる編が始まりました、ね。はいはいはい、はい。で、今までずっと見てきた主要な登場人物たちがどんどん拷問で死んでいくっていうのが描かれていって、最後その主人公
の一人であった翔助っていうのが、翔助は殺されないんですけど、舌を抜かれて、うん、あの村に返されるんですよね。うん、で、なんか、それを見た、お前だけなんで帰ってきたんだって、うんうんうん、まさかお前、仲間を撃っただかみたいな感じになって、はいはいはい、あの、翔助の消息が分からなくなりました、みたいな感じになるか。なるほど。うん、最悪だよって感じだけど。うん、で、結局、まあ、でっかいものに立てついて、大量の破壊をして、その、やったかと思いきや、結局その体制にはかなわなかったんです、ね。はい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 。なるほどね。があって、その後、なんかその、あの、白戸三平先生の、あの、まあ、第1部が終わりましたが、うん、ただまだこの、あの、物語の真のテーマは出てきていないと。なるほど、うん、なんかこの、あの、カムイデンという大きな船についた不実をみたいなね、うん、いっぱい来たものを全部振り落とすかのように、うん、あの、この物語は続いていくんだって言って、今までずっと見てきたものっていうのはそんなものだったのかっていう、思い知らされて。なんかちょっとテンション、その語りを聞いてると F の7人を連想しちゃいましたけどね、なんか。あ、F の7人もそういう感じありますよね。うん、ねちょっとテンションが。うん、そうですね、うん。確かに。俺はね、これのならずもの滅ぼされ展開で、すぐに連想したのは、うん、ゲームになっちゃうけど、赤狼っていうゲームが、あの、うんうん、結構そういう話だったなと思ってて、まあ、ざっくりとあの世界観言うと、その、日本の、多分まあ日本なんだけど、舞台は日本のどっかの国がなんかあのナイフにね、ナイフというか、だから幕府にと、なんだろう、吸収されようとされてるのかな、なんかよくわかんないんだけど、そのまあ危険視されててね、で、それでナイフからの、その、スパイみたいな人が来てたりとか、調査とか来てて、いつか滅ぼされそうになってんだけど、あの、滅ぼされないようにっていうことに、その、国の、上主が、その、ちょっと、あの、人外の力にね、人ならざる者の力にまで手を伸ばして、でも俺はこの国を守ってみせるみたいな感じで、頑張ってるっていう。話なんですけど、でその頑張りの非人道的な部分に主人公と主人公の、うん、主がなんか巻き込む利用されて巻き込まれそうになってるから、うん、その主人公の忍者は主を守るためにあのその上司と戦うことになるみたいな、でもそれはその国を滅ぼすことにもつながっていくみたいな話なんですよ、その国を守ろうとしてやってることだから上司はね、みたいな話なんだけど、結局なんかそうやって人ならざる力までね、うん、手伸ばしてもう周りまですごい犠牲者を出してまでやってんだけど、結局その国はね、たあのまあおそらく滅ぼされちゃうというか、うん、ナイフからのね指令とかすごい軍に攻め落とされちゃうみたいな話に結構なってくんですよね、うん、なんかその、うん、なんだろうな、やっぱり切なさっていうものはねあるなって思いましたけどね、見てて、うん、うん、やっぱ衰えていく、強いものが衰えていく様子ってなんでいいんでしょうね。なんかいいよね。うん、まあ、まあ、いいっていうかね、なんか悲しいなって感じでね。うん、悲しいけど、うん、それって結局みんな死ぬじゃん、寿命で。だから、まあね、うんうん、あの、この世のやっぱり道理なんだよね。どうしようもない。うん。うんうん、どうしようもない現実だから、なんか。でもさ、大体そういうのってさ、現実だとは言うもののさ、うん、あの、その一派、もしくはその個人をさ、うん、あの、制裁するやつがいるってわけなんだよ。だからそいつらを普通に勝つ話になっちゃうんだよね、うん、単純にその、例えば政府軍だのさ、うん、なんかそういうのが、あとなんかまあ、その、なんだ、地区を統括してるヤクザだのさ、うん、そういうね、警察だのとかがさ、うん、まあ、最終的にその主人公たちの一派を、うん、あの懲らしめるというか、まあ、全滅させて、はいはい、うん、分かったか、このお前ら の、 その身の程の知らなさをさ、みたいな感じでさ、ね、あれしてくるんだけどさ、そいつら勝ってんだよ。だから、そいつらに関しては、その作品の中では、うん、その、あの因果応報とかさ、うん、そういうなんか栄光盛衰みたいなのは適用されなかったりするじゃん。うんうん、まあね、うん、うん、だからそういうのを見てると俺はやっぱりやるせないなという気持ちしかない。ああ、なるほど、うん、だってそいつらは一人勝ちだよって感じになっちゃう。やるせないけどでも納得もするじゃん、やっぱりなる、まあね、あの、うん、うん、そりゃそうなるよというか、やっぱりその、うん、そうだね、うん、まあだからそのさ、大きな振りからの落ちみたいなさ、うん、話ではあってさ、その、うん、
例えばこんなにさ、その人殺しといてさ、今さら畳の上で死ねると思うなよみたいな話なわけでさ、うん、みんなその失墜を見たくて、そのまあ活躍も見たいけど失墜も見たくて読んでるんだよね、そのライト君のさ、うん、矢上ライト君のさ、うん、そうだね、うん、矢上ライト君の悪逆を見たり知略とかを見たりするんだけど、同時にその最後にはまあ無様にめちゃめちゃになってほしいっていうね、その暗い欲望を持ちながら。ライト君は明らかに悪役というか、うん、まあ行き過ぎてるなっていうところだから、うん、それを期待する気持ちもわかるんだけど、うん、そのベルセルクだとか一刀流っていうのはやっぱりどっちかっていうと読者もさ、うん、結構応援とまでいくかどうかわかんないんだけど、うん、一刀流とかは、でもなんか同情の余地はすごくあると思うんだよね、読んでて。まあね、まあ、うん、だからそうなんだけどさ、うん、やっぱりそのそこで聞いてくるのはさ、そのグリフィス君なんだよね、中心人物の。うん、グリフィス君はもう手汚しまくってんだ、めちゃめちゃ、うん、だからグリフィス君の段だとしたらこれがまともにな感じになるわけはないよなという気はちょっとしたというか、うん、まあ、別にそれでそこまで罪はないよなって思ったりする、そういう話だとしたら、うん、食の三国志とかはやっぱりそのこんなに頑張ってやってた気のいいやつらが最終的には滅ぼされちまったなみたいな感じの話になるわけじゃないですか。うん、劉備君たちはさ、うん、その最終的にはその天下取れずにみたいな感じになったりするわけなんだけどさ、うん、そういう感じはあるかなと思った。あ、うん、だからその罪、まあいや、あんなにでっかい軍になっててさ、罪を犯してないわけないだろうっていう、ね、うん、話はあるんだけど、そ、まあ、その作品の中では描写されないじゃん、その大体の作品の中ではね。うんうん、だからなんかそのみんな頑張ってたのに最終的には報われなかったね、あの俺たちの甲子園終わっちゃったねみたいな感じでね終わる話というか、うんうん、まあそんなこと、そう言ったらスラムダンクもそういう類型といえば類型なのかもしれないね。ならず者が一肌開けたい、一時、うん、は栄冠を勝ち取ったけど、うん、やっぱりすぐに滅ぼされたっていうような方、そうそうそう、やっぱり因果応報とは言わないけど、なんかそのお前らの旅はやっぱここで終わりなんだなみたいな感じのね。そうだね、うん、うん、なんだろうね、やっぱでもその決着の仕方の良さって何なんだろうな、やっぱり俺まだうまく自分の中でしっくりくる言語化できてないけど、うん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 、なんか勝って終わりよりも、うん、勝った後にやっぱり決着、うんうん、なんかがやっぱり中野さんが言った通り、うん、あの中野さんじゃないか、まあ2人が言った通り、うん、あの人生が凝縮されてるってことなんだよね、その、うん、生きる、あの生まれてから死ぬまでっていうのを、うん、あの擬人化してる、人生の擬人化みたいな、はいはいはい、それはある、うん、話なんだ よ、 だよ、ね、人生の擬人化って感じはある、うん、確かに一番そのね元気だった時期があって老人になって、やっぱ最後は、うん、絶頂のまま死ねないよってことだよね、まあ、絶頂のまま死んで美しいエンドを迎えるタイプのもあるけど、でもまああるけどね、うん、大体はそのね、陰ってきて、そうそうそう、なんか少しずつあの調子が悪くなってきて、最後はもう大崩壊みたいな感じになっちゃう、ね、うん、そう。で、別の人の絶頂に飲み込まれていくってことだよね、うん、その人生の、他の人の人生の絶頂の犠牲になっていくっていう、そうだね、うんうん、そうなんだよな。なんかでも途中、やっぱりその後負けましたみたいな話の方が、そこに全てを燃やし尽くしたっていう感じは出るような気がしますね。うん、俺たちのフィールドとかだ、うん、でもなんかそのアルゼンチンに勝った後普通にそのまま負けてしまったみたいな話で終わっていったりだとか、うんうんうん、そこに人生のピークがあったのかもしれないってことですよね、うん、ある種の、そうですね、うん、そこで全てを燃やし尽くしたせいでその後アッサに負けてしまうって、うん、まあそれもなんかもそうだってさっきも言ってましたけど、うん、とか、あとまあ歴史とかで結構そういうのがあって、うん、岩城仁の雪の峠とか、うん、だとなんかいろいろいろんなことが起こった後、最後まあいろんなことがあって、最後現在の秋田市であるっていう、あの歴史がどんどん進んでいって、今そのそういったそのいろんなことがあったっていうのは、あの今の秋田市、秋田県秋田市になっているっていうことっていうのが、そのあの描かれていって、結局まあそこで買ったものも負けたものも、まあ結局100年200年経っていけば、あのみんな歴史の中に埋もれていくっていうようなことが描かれ、その残酷さが描かれているみたいな。そうだね、まあ、うん、最近読んだってか読み返したという、うん、あれだけどさ、あの牧場王とかさ、緑の牧場王とかはやっぱりそういう感じでさ、うん、あの馬って人間よりもさ、なんか
人生短いから現役で選手としてね、うん、動けるのは本当に少ないよね、うん、きっと馬なんて少ないしみたいな、うん、あと単純に本当にそのレースの最中死んじゃう馬とかも結構いたりするから、うん、やっぱそういうのも含めてなんかすぐなるほどなあのね、うん、落日を迎えたりする感じになるからさ、なるほどね、3日転嫁ですねマジで、そういう、そう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 、うん、死んだり故障したりしたりとかね、うん、引退したりとかね、うん、あったりして、なんか圧倒的な力で滅ぼされるっていう圧倒的の圧倒的さがすごい、うん、すごいっていうのもあるのかなっていう気もします、うん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 、地味に滅んでいくんじゃなくてってことなのかな、はい、圧倒的なものに全てを破壊されてしまうみたいな、うん、まあ、ハンターハンターでいうとね、あの無限四刀流を使う人が無駄な努力無駄な努力お疲れ様、うんうん、そうすげえ頑張ってね、うん、去年ボロボロのサルタがすげえ修行してこんなことができるようになったんだよと、ひそかが全部そんな、ね、そんなの簡単にできたって、あれさ、うん、今読んだらさ、うん、もしかしてこいつ年使ってこれやってんのかなと思ったらさ、最悪な気分になる。いや年に目覚めて、ね、年に目覚めてないんじゃないのあいつ。でもあの試験官ですもん、あの、うん、あその前に試験官なんだっけあいつ、はい、そうか、やば、年使った上でまた、あ、も捜査系か、うん、うん、捜査系なんだよ多分そうか、しかも多分メモリの無駄遣いめちゃめちゃメモリの無駄遣いだよね。うん、こんなとくだらねえことに念能力使ってんのかって思う、ね。本当だね。うん。どうしちゃったんだ。いやマジで無駄な努力お疲れ様って感じでね。早く人生をエンドマークつけてやってくれ人かって感じがね。そうだね。するけど。キメラアント編でもなんか俺はすげえ強えって思った、あのなんかウサギみたいなやつが。うんうん、俺は王にもなれるかもしれないって思った瞬間になんか、うん、あの、ああピトーにね、うん、ピトーを見てあ、うん、無理って思ってしまうみたいな、格が違うって言ってね、うん、うん、いたいた、うん、ありましたね、うん、確かに圧倒的な力があって自分のその圧倒的なものに蹂躙されたいみたいなのもしかするとあるのかもしれないですけど、なんかでもものすごい天才みたいなものっていうのに憧れが生じる、うんうん、俺そういうののジャンルで一番好きな作品が何かっていうと、うん、これ曲の MV なんですけど、ザ・イエローモンキーの、ザ・イエローモンキーの、バラ色の日々っていう曲のね、はいはいはい、MV がすごいバロック調の家にすごい豪邸に住んでる、うん、貴族みたいな格好したイエローモンキーが、うん、生活してるんだけど、そこに特殊部隊が現れて、うん、めちゃくちゃにされるっていう、MV になっててね、それがもう本当に、しかも曲のねタイトルがね、バラ色の日々、ね、はいはいはい、うん、バラ色の日々に思いを馳せて亡くなっていくねイエローモンキーに、あ、もう撃ち殺されちゃうんだ、じゃあ撃ち殺されたんだろうなという感じの描写なんだけど、あ、なるほど、うん、そう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 、そういうのをやっぱり MV で表現してくれてね。なるほどね。10代、20代の頃の。それで言ったらですね、るろうに剣心の御庭番衆もそんな感じで。ああ、そうだね。御庭番衆なんかマジでそうだね、うん。時代に潰されてるからね。そうだね。うん、ガトリングガンがあれば、全然修行してないし、ね、素人も売っててもなんか、あれだけその、うん、ね、体を改造してまで強くなった人っていうのが、一発で負けてしまう。何なんだろうね、その良さ。うんうん、でもそんなこと言ったらあれですからね、獅子王誠とかもね、獅子王誠もそうですか、あ、まあそうか、まあそうじゃないですか普通に、うん、国取りじゃーいみたいなことを言ってね、そうだね、すごい金使って煉獄をあれしたら、うん、知らないお兄ちゃんにね手投げでねあれめちゃくちゃかわいそうですね、かわいそうだよね全財産の3分の2ぐらいもっと驚いてくれねえとって言ってたんだけど壊されたって、うん、かわいそうだよね、一番かわいそう本当に、うん、いやそういう思いとかね、うん、そうだね、結構敵側はだいたいそのさ、そういう感じになっちゃいますから ね敵側の視点に見てみればならず者だけど、うん、主人公たちによって成り上がろうとしたのに潰されてっていうのは、うん、みんなそうかもしれないね、うん、結構、うん、ベジータだってそうかもしれん、フリーザーだってそうかもしれんとかね、うん、なんかいろいろ俺が最近だとね、大の大冒険なんかはね、うん、かなりそんな感じで、うんうんうん、そのなんかもうこのままじゃニッチもサッチもいかねえって思いながらね、うん、一旗あげに来た、うん、地上に一旗あげに来た人がね、うん、もういろんな人のね力を使ってねボコボコにされて、うん、
無念のまま死んでいくっていう話なので、ね、そう、もうめちゃめちゃ共感してしまうな。なんかやっぱならず者、野望を持ったならず者がさ、成り上がろうとするときに取る手段ってやっぱり問題をはらんでるんですよね、うん、その法律を犯してたりだとか、うん、そうだね、何か人の気持ちをあれしてた、ね、そうそう踏みにじってたりとか、うん、だからそこでいや、うん、これはでもそのならず者たちの性格とかは人懐っこかったりとか、うん、なんかそれをやる動機だとかには結構共感、切実さみたいなものに共感できるけど、ね、ただお前がやってることは決定的にそこは一歩間違っているっていう、それにお前たちは気づけない、なぜならならず者だからっていうことで、うん、読者的にはずっと引き裂かれた嫌なジレンマというか、でもそのジレンマにこそやっぱり目を離せなくなると思うんですよね、そのキャラクターの行く末がどうしようもなく気になる、嫌な予感がしつつっていう、うん、やっぱそういう意味ではすごく引きのあるいい形だよなとは思うんだよね、うん、それで、うん、ちょっと一個思い出した話をしたんですけど、うんうん、牛尾と虎でそのキリオがその、うん、はいはい、やるじゃなくてエレザールの釜を使おうっていうあたりがあって、うんうん、そこで後半名士っていうのは若い法力僧たちっていうのがその牛尾に敵対する話じゃないですか、あれでもなんかその牛尾しか使えない獣をやるじゃなくて、うん、みんなが使えるエルザールの釜があった方が白面と戦いで有利だっていう、ソに騙されて、うん、で、獣入りを封印しちゃって、うん、でも結局それはその白面のものの、その、によって騙されていたってことが分かって、どんどんその法力僧たちが殺されていくっていう時に、うん、で、死にゆく若い法力僧が、なんか我々も戦いたかったっていう話。うんうんうん、だからその前の下りで、そのお役目様が、あの、檜崎帝が、その、負けていく、自分たちが弱いせいで、うん、あの矢面に立っていってその敵対討ちになって死んでいくっていう、うん、自分が一番大切だった人たちを守れなかったっていうものが、うん、この法力僧たちの中に植え付けられていて、うん、それで自分が少しでもなんか強い力を欲しくて、あのその力を求めるんですけど、その方法が決定的に間違っていて、うん、そして死んでしまうっていうものの悲しさっていうのはめちゃくちゃ、うん、なんか子供の時よりも大人になってから読んだ時すげえ、うん、そうですよね、うん、いやだから間違っているけど、うん、でもすごくわかるその気持ちっていう、この気持ちの部分がわかるっていうもの、わかるからこそその悲しさっていうのがガンと来てしまう、うんね、うん、そこの引き裂かれの感傷が好きっていうことなのかもしれないですね、そういう理由もありそうですね、そういう滅ぼされしんどい展開は、うん、うん、滅ぼされて欲しくないって気持ちと、でも滅ぼされて当然というか滅ぼされちゃうよなっていうのの引き裂かれがやっぱたまらないんでしょうね。たまらないでしょうね、うん。というわけでじゃあ次のお便りに行こうかな。うん、本当にね、本当に基本の方だなって思うしね。うん。うん、確かに。すごい大きな方って思う。うん。間違った。正解を一度、まあ大体その後でね、正しい正解を選び直して、うん、あの、うん、うん、正しく決着をつけるみたいな話になるのもあるんだけど、まあいいや、ね、次のお便りじゃあ、はい、はい、人種コーネーム実験さんから、はい、はい、第206回の読書感想文の話の最後に中野さんがこのラジオを聞いてるやつで現代文が苦手なやつなんかいないでしょうみたいなことをおっしゃってましたが、私は高校生の時現代文が苦手だったので俺です、俺はここにいますと叫んでしまいました、はい、ちなみに大学に入ってすぐくらいの時にピエール手塚さんのポッドキャスト漫画帝国を知って、作品の感想を書くは読むのってこんなに面白いんだと啓蒙されたので、今は物語について考えるのが大好きになりました、ありがとうございます、そういう文脈があったので人種コンにピエールさんが出演し始めた時はめちゃめちゃ大興奮して最高のコラボじゃんと思いました。さてコラボというと私はなんとなくさ、反則目的のイメージがありますが、純粋にワクワクするコラボ、かっこ最近だとトリリオンゲーム作者2人のタッグなどもあると思っています、うんうんうん、皆様の妄想するこれとこれがコラボしたらめっちゃ熱いなというのがあったら教えてくださいということで、ありがとうございます、ありがとうございます。なんだろうね。でもね、これね、でも俺答えあんの。どうぞ。俺が想像しないようなコラボが一番面白いっていう。何それ、全問答ですか？全問答っていうかさ、うん、あの、大体もう想像ついてるようなさ、コラボはもう、あれなんだよね。あの、されてんのよ。そうかい？うん、と思うよ。うん。そうじゃないですか？結構。いや、いくらでもそうじゃないでしょ。なんか、それはなんだ、あの、うん、
強いやつと強いやつがコラボすればめっちゃ強いやつが生まれるとは限らないから、なんだろう、その最適解がどうかよくあるんだ。例えばクイリョーコと志村貴子がコラボしてほしいんだよねっていう声があったとしても実現してないわけじゃん、うん、いやそれ組んでもさ、うん、お互いそのソロでやった方がよくないって感じになりませんか。わかんない、どうなんだろう、うん、じゃあ荒牧さんはそういう自分がワクワクするようなコラボは大体全部実現されてるってこと、うんうん、って俺は思ってる、うん、あそうなんだ、うん、てか漫画でさそういうコラボするのってなんかその例えば原作者とかだったらさ分かるんだけど、うん、うん、なんか大体一人で完結してんじゃん、まあねって思っちゃう、うん、なんかだからそのさその人に何かしらのその訳があったりとかさ、うん、例えばあの既定順、岩木先生とかは、うん、あのちょっとあの筆が遅かったりするから、うんうんうん、あの書いてもらったりすることがあったりするとか、うん、そういう感じでなんかその理由とかがない限り大体一人で書くよねって思っちゃう。それはまあそうだわね。でもそれはそういう仕事のスタイルだからっていうだけで、うん、なんだろう、ね、もっとあの可能性は無限大なんじゃないの。無限大なのかな。別に藤田和弘の原作を、うん、なんだろう、うん、誰でもいいけど、誰でもいいって言ったらあれだけど、その、椎名海先生が書くとかでも、うん、なんかまだ見ぬものが生まれるんじゃないの、やっぱり。まあそりゃなんか無限に組み合わせりゃなんかいいもの生まれるかもしんないけど、そうそうそう、うん、でもなんかそれに対して全然期待してはいないな、確かに。あ、そうなんだ、うん、だからそのトリリオンゲームの話とかを聞いたときは、うん、トリリオンゲームすごいいいよね、あんま想像しなかったけどって感じでね。それはでもだから結果論だってことでしょ、うん、想像しなかったりだっていうのは、まあうね、確かに、うん、確かに、うん、手塚さんいかがですか。いかがですか。ああどうですかね。でもまあそう、実現してるやつはやっぱりあれですもんね、うん、実現してるなっていうのがあるんで、うん、なんかでも今一つコラボで楽しみにしてるのは偽物の錬金術師の作画が違う人。ああなるほどね。誰になるのかまだ明らかになってないですけど。確かに、うんうんうん、楽しみですね。そう、それはすごく楽しみにしてます、うん、俺の好きな人だと嬉しいな。知らない人だったら、知らない人だったらその人のことを好きになるきっかけが手に入ったってことですね、うん、なるほどね、うんうん、知らない人だったら悲しい俺は実現しないから、うん、ヨタ話でワクワクしてるのはその、うん、妄想してね。俺は上田はじめが好きなんだけど、上田はじめ先生は最近めっきり漫画を描かないんですよ。そのイラストの仕事とかばっかりで ね、うん、まあ二次三次の樋口楓さんのセカンドシングルのジャケット描いたのはびっくりしたけど、一体誰の根回しであんなことにって思ってすごい俺は嬉しかったんだけど。あでもさ、うん、あれじゃない、それ樋口楓さんはアニメが普通に好きだから。いや上田はじめは興味ないだろ樋口楓さんは。いや違う、そうじゃなくて、うん、あの物語シリーズのエンディングの人って思ってる。あから物語シリーズが好きで、うん、そう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 っていうことなんじゃないのって思う。まあその可能性もあるかもしれないね、確かに、うん、うん。で上田はじめに漫画を描いてほしいので、あの理想を言えば俺はワンダイクプライオリティってアニメがね好きなんで、ワンダイクプライオリティのコミカライズを上田はじめにやってほしいってことは思ってます。でなんでワンダイクプライオリティかっていうと、俺は俺の中では上田はじめにワンダイクプライオリティはすごくいいマッチングをしているっていう俺の中のあれがあるっていうことです。なるほどね、うん。俺は結構あれなのかもね、その人個人になんか結構満足しちゃっているのかもしれないな。あ、うん、その人がそういうその人としての振る舞いをしてるのが何よりも好きだから、結構なんか例えばさ、でもさ別のことをしてもらいたいみたいなことはあんま思ってないのか。あの漫画と漫画だとそうだけどさ、例えば小説とか、うん、で、うん、この小説コミカライズするならこの人だなみたいなこととかのさ発想はできるわけじゃん。そうするとやっぱりそれってワクワクするコラボのアイデアというか種になってるんじゃないのって気はする。映画とか実写化とかだったら、うん、あるかもしれない、うん、俺がちょっと前に考えたのは、あの黒沢清が鬼滅の刃の映画化した、うん、何を見たいんだよ荒牧さんは。いやあの雪のさ、うん、あの炭治郎の家にさ、うん、サクサクサクって無駄様が入ってってさ、うんうん、その後ムザン様が出てった後にさ、うん、1分後ぐらいにあの炭治郎がサクッサクッサクッって入っていくところのシーンとかを聞いて撮ってたりしたらさ、はいはいはい、絶対爆笑しちゃうなって思ってた。そうだね。淡々とした殺人シーンやめてくれっていう。淡々とした殺人シーンがあるね、うん、あったらおもろいなっていうことは考えてるけど、そういうこと
まあどうでしょうね。まあ黒沢清に暴れてほしいだけって感じはしますけどね。まあそう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 、うん、だからこれってさあんまりあのいい見方じゃないなとも思ってたんだけど、うんそうだね、なんかそれそういう感じになっちゃうな俺は、うん、まあ、あんまりコラボっていうのに興味があんまないのかもね。まあそうだね、自分の好きな人が出てきてくれれば、うん結構、うん、自分の好きな人が自分の好きな作品に不意に出てきてくれると嬉しいっていう。だから、ね、その俺エヴァのなんだっけ、うん、あれ9か9見に行ったらさ、あの巨神兵東京に現るが流れたじゃないですか、うん、確か。ああそうですね。あそれであの前城大太郎があの文章をね書いてんだよね。そうだねやってるんだよね、うん、で俺あれはやっぱ俺前城大太郎好きだったから嬉しかったよ、うんうん、ああなるほどね、うん、あの全然思いがけないところから前城大太郎が来たやんと思って嬉しかったうん、なるほどね、うん、手塚さんどうですか。どうですかね。もうそうそっか。でもあんまり考えないですか。やっぱなんかそうですね、考えたことがない感じはしますけど、まあ、まあなんか、うん、そのトリリオンゲームみたいな感じでその池上良一はいろんな原作者と付き合ってるんで、その人によって全然違う色が出てくるなっていうのはやっぱり思うんですよね。ねうん、でそれがなんかその一人でやるときよりもなんかそのこの人と組んだときはこんな感じになってみたいなのっていうのがその多彩になれる人っていうのはすごい面白いなっていうか。そうなんだよね。なんかコラボのワクワクっていうとやっぱりそのなんだろう、そのコラボ相手2人のコラボだったらその2人両方 がそれぞれ生き生きと発揮されてるみたいなのがやっぱ一番いいんだろうけど、そういうめちゃくちゃいい化学反応はなかなかパッと出てこないって気もしてて、その確信があるような。ただなんか自分が好きな作家さんがそれはアンソロジーに参加してくれるとかでも何でもいいんだけど、そうあの別の原作の人と組んでくれるとかでも、そうするとその人の別の顔が見えるわけじゃないですか、表現としてね。それはもう単純に嬉しいから、なんかそれがなんだあの失敗だなとかあんま面白くないなだとしてもやっぱり嬉しいから、俺はうんファンなので。だからなんかそういう意味ではもうほぼ全てにワクワクするコラボ化していくって感じは、あの自分の好きな人が何かと何かを書いてくれるのであればっていうね。そうだね、うん、そう、なんかそのコラボっていうかなんか後々そうだったのって話で言うと、うん、そのアニメーターのあの金田義則さん、金田理子さん、はいはいはい、とも呼ばれてる人が、うん、あの人がそのあの、まあ、アニメもやってたんですけど、その亡くなる、うん前の何年かぐらいとかって結構ゲーム業界スクエアエニックスにいたんですよね。へえ、うんうん、そうですね。で、例えば FF13、そうですね、半熟ヒーローとかもそうですし、うん、なんか FF13 のなんかその演出とか、あの CG の演出とかを全部やってるみたいなのがあって、うんうん、なんかそういうなんかあんまり、子供の時アニメで見てた人っていうのは実はこういうところで場所を変えて活躍してたっていうことっていうのを後々知るみたいな話があったりして、うん、結構。金田さんといえば、ラッキーマン。あ、そうです、ラッキーマン。ラッキーマン。うん、ラッキーマンのあのね、あの動きが、もろその、そうそうそう。やつなんで、なんか、みたいな感じで、その結構意外と、例えば、その、何かの分野で活躍した人がしばらく見ないなと思ったら、全然違うところでなんか、うん、あの、活躍してたみたいなものとかもあったりして、なるほどね、そういうのが実はコラボしてたんだなっていうのが分かるところもあるかなって気もして。アニメで言うと、アニメーター見本市で、ニコニコ動画でやってた、うん、あの、タケさんのキャラデザで、上田はじめが、なんか、絵コンテとか原案だかやって、鶴巻さんが監督でみたいな、なんか、確かなんか、すごいコラボのがあった気がしてて、ちょっと正確じゃなかったら申し訳ないんだけど、うん、上田はじめとタケさんは絶対見たと思うんだけど、うん、あの、なんか女の子が好きな男の子に告白するんだけど、その女の子の中には実はちっちゃい小人たちが女の子型のロボットを操ってて、でなんか告白をめぐって三角関係で女の子同士のロボットがなんか中に乗ってる小人たちが操ってね戦闘するみたいな、なんかそういうショートアニメだったんだけど、それで見た時はこんなにこんなことあるんだってやっぱすごい思った。なんかその自分の好きな人たちがみんな手を取り合ってやるなんてことがあるんだって思って、すごい
すごいなって思った。なんかね、生きてると結構、あとあれだ、ラッドインプスと新海誠がコラボした時もこんなことあるんだって思ったし、なんかポケモンとバンポブシーンがやった時もこんなことあるんだって思ったし、やっぱなんか別教習だとそういうのあるよね。その仕事がバッティングしない人たちだと、そういう機会がやっぱあるんだって思って、まあだからね、自分もいつかそこにっていうのが一番ワクワクするコラボなのかもしれませんねっていうねことですね。ピエール手塚かける雨ざらしでもね、いいでしょうっていうね。まあ僕、はそれ勝手にやってるんですけど、そうです、確かに。ハンターハンターも救済されるなんか、ちょっと前に、その、念能力の名前で雨ざらしの曲が。ああ、そうですね。辻褄合わせに生まれた僕らがね。そうそう。来たりとか、あとなんかその、話の中の会話の中でアノミっていう曲の歌詞が弾かれたりだとかしてて、なんかそう、自分が大好きなハンターハンターと大好きな雨ざらしが同じになったっていう、なんか一回ジャンプ閉じましたからね。ちょっと刺激が強すぎると。確かに。好きなもの同士が。まあコラボっていうわけじゃないんですけど、まあでもそういうのと、さっき言ったなんか、さっきっていうか先週言った月曜の話とかも、阿部友先生と雨ざらしコラボであったりだとか、あと、命にふさわしいって、僕この前同時にしてタイトルだけ使わせてもらったんですけど、それは、ニーアオートマタと雨ざらしのコラボなんですよ。なるほどね。ありますね。結構いろいろね、ありますね。やっぱ自分が好きなものと好きなものが、なんか不意になんかね、一緒になったってやった時には、やっぱりめちゃくちゃ興奮してしまう可能性はあるんですね。あるあるある。いやー、宮崎駿監督のね、最新作とバンポブチンコラボする可能性 0.001% って感じだけどね、ないわけじゃないんで、まあ確かに。でもバンポブチキンは黙ってりゃさ、あのバンポブチキンの力を欲する者たちがさ、そうなんだよね、あの勝手にね、あの群がってくるからさ、いくらでもコミックのアニメのね、そのオープニング歌ってくださいの声、だってこいつが一番うまいんだもんっていうね。ありますよね、やっぱアニソンの歌い、アニソン歌手としての地位が結構あるから、こいつに作ってもらって悪いことはないっていうね。そう、80点以下は絶対取らない人たちだからさ、そうもう100点取るか、あの最低でも81点は取ってくれるっていうね、ぐらいの人たちだから、いやみんながコラボしてくれと。そうだよ、呪術廻戦の次のオープニングそうかもしれないし、坂本デイズの次のオープニングそうかもしれないしとかさ、チェーンソーマン次のって何チェーンソーマンのオープニングもそうかもしれないからっていうさ、あのチェーンソーマンのオープニングは結構期待があるありえるかな。俺言っといてない気がするけど、好きな何かと好きな何か、いやなんかそのバップとかそういうのも限らないんですけど、自分の好きな何かとコラボする可能性があるんじゃないかっていう、あるね、あるあるある、大いにある、それが何かは分からないけど、ありますよね。でもさ、チェーンソーマンってさ結構複雑な話だからさ、そうだね、あのやっぱりあの分かり屋だよね、分かり手にオープニング曲は作ってもらいたいなって思う。いや求めますか、どうなんだろう、俺の知らない最近の人気の人になる可能性もあると思ってるけどね、まあね、それだったらそれでもいいんだけど、やっぱ分かり手だったら嬉しいなと思うよね。そうだね、5回ぐらい読んでなんか、求めるね、俺はデンジだってなんかね、納得してくれる人にオープニング作ってもらいたいなと思うけど。そうだね、大月健二ダメなんですか、例えばチェーンソーマンのオープニング。大月健二はまあいいの作ってくれるだろうけど、でも多分ちょっと違う感じになるだろうなと思う。あ、作風求められてるようなアルトってこと？なんかイメージが。そうそう。じゃあ求められてる作風、あの大月健二の作風のいいのができたりすると思うんだけど、チェーンソーマンのあのど真ん中ではない感じにはなると思う。チェーンソーマンのど真ん中って難しいんだよね。そうバンプオブチキンでもないじゃん、だって言うてチェーンソーマンのど真ん中って。いやバンプオブチキンは自分をね、そのデンジ君にすることが可能だなって思ってるから、俺はあると思いますよ普通に。結構でもさ、チェーンソーマンの話になっちゃうけど、そのチェーンソーマンのアニメの PV 見るとさ、なんか割とホラーっていうか、そうだね、そのまああれは PV だからそういう第一印象にしてるだけで、多分その原作にあったそういうギャグとかコミカルな部分とかも入れてくるとは思うんですけど、でもあのアニメのパッと見の印象としてすごく、そうだね、ダーク寄りというかね、なんかそっち側を押してるんだなって思ったから、なんか割とバンプオブチキンってストレート少年漫画チックな感じあるじゃないですか、
そのああだからでもなんかやっぱりそのさあの残酷な世界みたいなのをさテーマにすること多いから、うん、あのチェーンソーマンのなんかそういう少年っぽさと残酷さみたいなのってかなりバンプだなと思っちゃう。そっか、うんうん、説得してしまった。うーんそう俺どっちかって言ったらラッドインプスかなって気がしてるんだよな俺バンプオブチキンよりも。ラッドウィンプスはちょっとさ、美しい寄りに過ぎないですか？感傷的すぎる？ロマンチックすぎる方向？なんか。ロマンチックなのと、うん、ちょっと、老側だなって思って。ああ。うん、ラッド君は、ね。なるほどね。カオス側がもうちょっといいなってことなんだ。もうちょっとカオス側かなって思って、チェーンソーマンの、うん。というわけでね。というわけで。はい。ワクワクするコラボ。チェンソーマンがね、はい、それになるといいねという感じで、うん、じゃあこんなもんで終わりにしますかね。はい、はい、じゃあお疲れ様です。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。